様。しょうがないだろう。馬車を引いて山は越えられないんだ。この件が解決したら取りに戻ってくる。絶対絶対戻ってくる。ここでしばらく休憩しよう。第二王女、大丈夫か？ええ。疲れていらっしゃるんですよ。ナオフミ様、行き先をシルトベルトにされたのはどうしてですか？警備の差だ。あれだけ警戒してるってことは、あいつらにとって都合の悪い国なんだろう。逃げるならいい場所かもしれない。あっ、